大谷翔平さんのスタイル、顔のバランスがやばすぎるやろ。顔のバランスがやばすぎるやろ。リアルキャプテン翼、なんと惜しんだよ。顔が小さすぎて身長小さくなってそう。足長いわね。違和感ないのがやばい。リアルで9頭身より上のやつ初めて見たわ。スタイル神でイケメンなのおかしいやろ。村上との対比好き。悪質な子らやめろ。やっと時代が追いついたんやなって。何気に一個左もスタイルいいな。遠近法マジックやろ。ええー、な。巻かわいい。キャプテン翼定期。投手の方は投身とかじゃなくおかしいやろ。中野も投身バランスかなりええな。チビでも投身バランスいいやつ羨ましいわ。ちょっと首が長すぎや。ずーっと見てると脳がおかしくなる。村上の顔でかい？普通？渡辺も顔相当小さいんか。日本三大投身バランスがおかしい人。大谷翔平向井治。あと一人は誰や？これ好き。家族写真かな？大谷と八村ってそこまで身長差あるように見えないな。八村って2メートル超えてるらしいけど、実は藤波くらいなんか？巻って結構でかいんやな。このチャンネルでは何時でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。